とちょっと私のことも取ってよ。私もまだ暑い中外におれんから。どうもどうもこんばんは、ビヨンスです。さあ私はですね、小松市の末広町に来ています。はい、私の後ろにはですね、弁慶スタジアムがありますよね。この真向かいにいるんですが、皆さん、まあ、野球場といえば今日から始まりますね、高校野球。高校野球といえば夏、夏といえば暑い、暑いといえば、はい、今日のふむふむポイントまいります。夏にはこれ、驚きのかき氷でございます。驚きのかき氷が食べられるお店がこちらです。町の氷屋さんです。こちらのお店ね、あの6時までの営業なんですが、今日は特別に開けていただいておりますよ。さあ中お邪魔しましょう。店内ね、実はね、この撮影のためじゃないけど、いつもこういう風に子供たちがね、楽しみに食べてる。はい、皆さんこんばんは。はい、こんばんは。さあ、子供たちからも愛されるお店のお二人ご紹介しましょう。代表の川端峰博さんと息子の陽介さんです。よろしくお願いします。お願いします。代表って感じですね。いや、代表やめてください。あの、皆さん、おっちゃん、おっちゃんって呼んでくれるんで、おっちゃんって呼んでください。おっちゃんって呼ばれると。あ、そうなんです。おっちゃんって呼んどる。呼んどらんないんですけど、呼んどる、呼んどる。じゃあ、おっちゃんって呼びますよ。はい、じゃあ、おっちゃん、ここのおすすめのかき氷一つもらっていいですか。はい、今年出しました、ヒューガナツライチというのを今。ヒューガナツライチ、はい、おしゃれ。ちょっと近く行きましょう。なんか特別な、なんか銀色の鉄板みたいなの置きましたね。はいはい。お、今ね、白い氷が削られてますが、ちょっと待って、陽介さん、ちょっと、なんかすごいモリモリにしとらん。いや、これ普通です。まだまだいきますよ。まだまだ普通、通常で。テレビやからって、ちょっと大盛りにしとるやろ。いやいや、いつも通りです。いつも通り。いつもこんなにメガ盛りにしてるんですか。そうです、そうです。すごい、だってちょっと待って、カップから外してこんなことなっとるかき氷見たことあります、皆さん。すごい。これ本当にいつも通り。これ本当にいつも通りです。すごいですよ。トロフィーみたい。でさらにキュッキュッと、あ、なるほどね、ちょっと圧縮するわけですね。すごい。さあ、そしてね、何やら赤いストローを刺しましたね。そしてね、今からシロップをかけるんですが、こちらね、実はいろんな味の種類があって、その掛け合わせではもっと無限の味を味わえるんですよね。そうですね。でも今回はその新発売のヒューガナツと人気のライチを使って、はい、どこら辺にライチが、青色がライチですか。そうです、青色がライチです。あ、これライチなの。面白い、レインボーです。へー、ありがとうございます。これです、これ、ここの驚きのかき氷です。こんな飛び出たかき氷、私初めて見ました。大きいですよね。はい、じゃあ、そ、席行きましょうか。じゃあ、おっちゃんこっちで、はいはいはい、じゃあ私奥回りますね。でもちょっと気になったんですけど、かき氷にストローが2本刺してあるんですよ。わ、うんうん、かります、これなんでです。これ真ん中芯になっとって、ひっくり返らんように刺してあるんです。なるほど、これだけ高いものなんで、お子様とかがこう持っても倒れるように芯になっとるわけなんですって。そういうこと。やっぱり上野さんね、ほら、お子様ってね、自分でこうかき氷もしたがるじゃないですか。これ嬉しいですよね。嬉しい、優しい。気になるのは味ですよね。うん、優しい、お茶優しいって言われとるよ。うん、嬉しいわ。そうですね。じゃあいただきましょう。これはどうやって食べるのが正解？真ん中ほじくって回しながら、こう回しながら食べるんです。回しながら食べる、ろくろみたいな。そう。なるほど。じゃあ最初このブルーが実はライチということでいただきましょう。あ、本当にライチだ。しかもね、すごく滑らかで氷がね、クリアです。口どけ最高ですよ。ちょっと。ヒューガナツ、ヒューガナツ、ヒューガナツやってきて。ちょっとこんなでちまちま食べとれんし、ガツって言っていい？はい、どうぞどうぞ。いっちゃう。さすが、さすがです。歯も痛い、ね、頭も金ってなっちゃうよ。さすがビヨンス。歯も金ってなるやろ。ああ、頭も金ってなるし、歯も金ってなるし、もう近く噛みに嫌よね。でも本当に美味しいですよ。しかも皆さん、ね、このかき氷、このボリュームでですよ、なんとお値段が350円で、しかも農家のメニューもほぼ350円で、嬉しい、安すぎ。申し訳ないんやけど、今年50円上げさせていただいたんです。あ、そうなんですか。でも別にそんな申し訳ね、がらんでもいいんじゃないと思いますけど。いや、ここのお店は小さい子供がみんな広めてくれた、あのお店なんで、50円でも
あげるとかわいそうかなと思って。本当におっちゃん優しい、おっちゃん優しいからね。ね、よくここ来とれんよね。ここのかき氷おいしい、おいしい、おっちゃん優しい。なんて呼んどる？おっちゃんってやっぱり呼ばれとるよね。そんなね、おっちゃんがですね、あのプレミアムなかき氷作ったそうなんですよ。それがね、こちらなんですが、どの辺がプレミアム？蜜は絶対に、あの美味しい蜜を。美味しい、絶対美味しい蜜。あのちょっとお高めの。お高めの作って。はい。待って、ボリュームもやばくないですか？あんな感じです。あららら、とにかくプレミアムなね、のを使って、クラミツときな粉をね、今回お願いしてる、合うんですけども。あら、ちょっとまたまた息子さん、黒蜜かけすぎじゃないですか？いえ、これもいつも通りです。いつも通り？本当に？本当、本当。これ夢ありますよね。すごいな、これ。いや、もう白が見えない。そしてきな粉がかかって、もうこれで完成。素晴らしい。いえいえ、もう一丁、もう一丁。え、まだ行く？まだ行きますよ。まだ行く。ねえ、どこの通販番組ですか、こんなにモリモリにして。ねえ、お値段なんと550円ですよ。驚きです、うわー。はい、お待たせしました、はい、プレミアムの黒蜜きな粉です。うわ、これちょっとやりますね。すいません、私の顔より大きいです。大きいよ。いや、気になるのは味ですよね。もうね、このシロップもプレミアムな黒蜜を使っとるということで、早速いただきましょう。もう真っ黒ですよ、真っ黒。かき氷にきな粉って珍しい。ね、私も初めて見ました、うん、あー、またこれはちょっと驚きです、うん。まず氷の口どけに驚きます。そしてシロップが本当に黒糖のコクがふわっときた後に、すごく優しい甘さで、あのしつこさがないですね。キレがいいです。こだわりありそう。あの削り方をめちゃくちゃこだわって削ってるんで。やっぱりね、はい、いやでもこれだけね、美味しいかき氷を作っとったら、これから暑くなる夏混むんじゃない？そうなんです。一日大会があると、うん、300人ぐらい来る。300人あるんです。うわ、すごいですね。本当みんなに愛されてるんですよ。しかもこのお店、かき氷だけじゃないんですよ。あのね、フードメニューもありまして、たこ焼きや焼きそば、手羽先なんかもあるんです。その中でもね、ちょっと今回ちょっと人気のメニューでこだわっとるのが、このたこ焼き、ね、そしてたこ焼き、これなんとお値段がですね、ね、こんな大粒で550円、これも大きいと550円、そして焼きそばもですね500円として、本当子供さん、皆さんに喜んでもらいたい、胃袋を満たしたいって、優しさでできてるお店なんです。ぜひともね、これから暑くなりますから、ちょっとおっちゃん、そしてお兄ちゃんの会話楽しみながら、美味しいかき氷、美味しいグルメ楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、生中継でした。ありがとうございます。